皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はトレーニングの解説ということでルーマニアンデッドリフトの解説をしていきます。以前にスティフレッグデッドリフトのやり方も説明をさせていただいたんですけども、このねルーマニアンデッドリフトとスティフレッグデッドリフトフォームが非常に似ていて違いがわからないっていう方もいらっしゃったりするので、その違いについても触れながらですねルーマニアンデッドリフトのやり方解説していきます。ルーマニアンデッドリフトのやり方なんですけども、大体肩幅ぐらいでバーを持っていただいて、立ちます。足幅はまあ大体腰幅ぐらいで、つま先の向きはまっすぐ平行にしておくか若干ハの字に開くぐらいの感じにしておいてください。ここから背筋をしっかり伸ばして胸を張った姿勢を作って、その姿勢のまましっかりお腹に力を入れてお辞儀をするように下ろしていきます。下ろしていくとお尻とかももの裏側、ハムストリングが伸びてくるので、伸びてきたなというのが分かって、これ以上下ろせないというところまで来たら、立ち上がります。という感じですね。で、このルーマニアンデッドリフトなんですけども、やってる途中に上半身がぐっと丸まってしまうと、腰を痛めやすいので、しっかり背筋を伸ばしてお腹と背中にぐっと力を入れたまま動作をするように意識をしてみてください。で、スティフレッグデッドリフトと一見して同じ動作に見えるんですけども、違いは膝の曲げ具合にあるんですけども、ルーマニアデッドリフトの方が膝を曲げて下ろしていきます。スティフレッグデッドリフトの方が膝を伸ばしたまま下ろしていきます。この違いによって何が変わってくるかというと、まあ、両方ともお尻とかももの裏側ハムストリングを鍛えていくんですけども、膝が曲がると若干ですねハムストリングが緩みます。ということはよりお尻に刺激が入るので、お尻をより集中的に鍛えていきたいという方は膝をより曲げて行うルーマニアンデッドリフトを選択していただくと効率よく鍛えることができます。逆に膝をなるべく伸ばしたままやっていくとしっかりとハムストリングがストレッチされるので、ハムストリングの方に刺激が大きくなりますので、お尻よりもハムストリングを重点的に鍛えていきたいという方は膝は伸ばし気味でスティフレッグデッドリフトをやっていただくとよりですね効率よく鍛えることができますので、その違いを意識してですねやっていただければと思います。はい、今回はルーマニアデッドリフトのやり方とスティフレッグデッドリフトとの違いについて解説をさせていただきました。他にも知りたい種目があればコメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。